2週間ジージとバーバの、いる岩手に帰りますので、その2週間分のパッキングをね今からしていきたいと思います。ママとお手2人で帰るんだけど大丈夫そう。で今日はねパッキング動画をしていきたいと思います。約2週間ジージとバーバの、いる岩手に帰りますので、その2週間分のパッキングをね今からしていきたいと思います。はい、はい、でこれが我が家でいつも使っている一番大きいキャリーケースでございます。それもうお点が入るぐらい大きいです。で今回ね、まあ、旅行じゃないからある程度少ないだろうなものはって思ってたんですけど、帰省あるあるだと思うんですけどね、お土産がねいっぱい見て、はい、これ全部お土産です。多すぎよこれ。そうすごいでしょ、多すぎだよ。何やってんの？お手に怒られた。これを持ってジージとバーバーの部に帰るの。何やってんのこれ。全部やってるし、どうすんの？どうすんの？はい、ということでまずはお土産から、お土産から詰めようかな。どうやってやんねやろ。で、お手は機内でね、遊ぶおもちゃをね、ここに入れてください。飛行機に持ってきたいおもちゃここに入れて。あ、はい、おてんはおてんで準備してくれる。はい、OK？ これだ、これ、これそれ飛行機でちょっとそのカードは飛行機でできないな。それはジージとバーバーと遊ぶから、じゃあここに入れよう、ここに。はい、はい、はい、よし。これも、え、それ違う、ほら、リュックリュックに入る分で、ね、3個選んで。あ、これめっちゃかっこいいやつね。おてんのまずパジャマですね。パジャマは2着分。服はね、もう多分やって、まあ、ちょっと寒いかもしれないけど、うん、羽織るもの必要かな。ないか。ズボンと半袖各4着ずつも、はい、おてんのパンツと下着も4着ずつと、あと入んないとは思うけど、一応水着もね、水着も持ちます。じゃあ3つはカバン入れて、カバン持たないのはこっちにしまってちょうだい。じゃあ歯ブラシ持ってきて、歯ブラシは私のとおてんのでしょ。で、あとはね、おてんので言うと、おてんがもともと使ってた上靴もうちっちゃくなって、しかも沖縄で上靴使わないので、おてんのね、いとこにあげようと思って、このリュックもねいただいたんですけど、ペンもちっちゃいのでそのままお下がりで。でも4個やっていい？4個お下がりで。4個にしよう、5個じゃ お手重くなっちゃうよ。 あとはで、あとはね私のものですけど、私もパジャマを、1セットと3セットぐらい。これもお菓子？あ、そうそう、ちょっと楽しそうしてね。はい、ということで、で、おてんのはこれだけだね。そして私のは、衣服がね、もう半袖、ジーパン一つ、少ないよね、多分ね。2週間分って言っても、まあ、実家なのでね、なんかあれば、母の借りるので。で、あの、ズボン一つ、洗濯してるズボンをもう一つ最後に入れようかなっていう感じで。あと、まあ、下着類も3泊分ぐらいかな。はい。何も。大量のトミカの中からおてんはどのトミカを選んだんでしょうか。え、何個持ったの？3個じゃないの？4個持ったの？うん。それがおてんのお気に入り？この4つです。はい。この4つが車です。
このやつを持っていきます。はい、じゃあリュックに入れてください。はい、よし、アイス食べようか。アイス？アイスないって。ある。はい、って感じでね、半分はちょっと埋まったかなぐらいで、あとはこのお土産をね詰めてでいいかな。割とパッキング早く終わったね。帰ったらさ、何して遊びたい？ジージとバーバと。あ、三鉄乗りたい。三鉄乗りたい？うん、三鉄乗りたい。いい。あと公園行きたい。あと海行きたい。海？うん。岩手でも海行くの？岩手でも海いいけど、多分沖縄みたいに入れるかな？入れないと思うよ。ちょっと寒いかも。じゃあプール。プール？うん。プールか。2週間だからさ、パパと離れるの寂しい？うん。でも電話しようね。飛行機楽しみ？うん、楽しみです。またチョコ食べたくなってきた。ということで、じゃあ2人で岩手に行っていきたいと思います。だいたい半年ぶりぐらいかな。行ってきます。チャンネル登録してね。あんまりね、料理は得意じゃないし、あんまり好きでもないんですけど、ちょっと私とおてんがいない間、パパにはね、これぐらい作り置きしておきました。この他にもちょっとだけ冷蔵庫にね、少し入ってたりもするんですけど、これぐらいちょっと作っておきました。はい、まあこれで、まあ、1週間は大丈夫でしょう。できます。バイビー。隠れてんのって恥ずかしいの？ん？無事到着しました。